はい、皆様お疲れ様です。先日落としたというか爆発したゴブリンラウニトロ。こちらの方がね、動画を見るとなんか折れたような雰囲気があったので、残ってる部品を見て、ちょっと検証してみようと思います。まあフライト内容は、まあちょっと無理な舵が入ったのかな、ドラッグが、閉めてなくて、回ったのかな、それでローターをテールにヒットしたのかなという雰囲気になります。コメントね、いただいた方には、振動による破損ではないかというのがね、ありましたけど、まあ、これは、まあ、完全否定していいんじゃないでしょうか。まあ、これね、見てもらった通り、完全にね、こんな形で、ブームストライクを起こしてます。つなぎ目を見ますと、こうですね、こんな感じになります。ここで、完全にヒットしてますね。でここでヒットして抜いて、ここまでこう切り裂いたっていう感じで、ここもね、ローターが抜けた跡がありますんで、まあ画面だと確かにね、ブームストライク起こってないように見えますけど、まあ実際あの当たり方はブームストライク以外で、マシンの強度的な問題ではないということはね、言えるんじゃないでしょうか。まあでもね、ブームストライクよく起こってたのが、ゴブリンじゃないな、バイブ 90GS90SG ですかな、それはね2回か3回ぐらいね、ちょっとテールヒットして、まあ散々な目にあったことある機体です。まあそれだけじゃなくて、5E12 ですね。ね、そちらの方もね、ちょっとテールヒットが散々起こった機体でもあるんで、機体の性質によってはちょっと当たるような、機体になってるかもしれませんけど、まあゴブリン、今回のこのニトロに関しては、まあドラッグが緩かったのかなと思うところがありますけど、プロトスはあれぐらい緩くても当たんないんですよね。まあ、あのローターがね、あの SEB の TB ローターなんで、軽くてね、すごい機動力あるんで、舵が正直入るんで、まあそれが原因なのか、舵の入れすぎが原因じゃないかというのはね、まあ、まあ結構、こう5、6年前にはしょっちゅうテール叩いてぶっ壊してましたから、経験者曰く、舵の入れすぎ、ピッチの入れすぎ、急な舵の入れすぎをやってると、まあなるんじゃないかということです。はい、じゃあ次はね、ミニヘリ使ってテールブームストライクの原理をちょっとね、やってみたいと思います。ああ、結構ひでえな。
はい、次はね、テールブームストライクが、どんな感じでね起こってるかというのをねちょっと表現してみたいと思います。サンプルの機体はこの K100 等でちょっとやってみます。まあ理由はちっちゃいからという理由なんですけど、まあそもそもこのドラッグとは何かというと、ここのドラッグボルトと言われてるやつがありますね。これがドラッグするという現象です。これ正直ねきつすぎると、低回転、特にホバリング1500回転 G は、まあ、正直振動の元になるんで F3C フライヤーとかだと、まあ、これがすごいねゆるゆるになってることもあります。昔の動画で見たことあるんですけど、伊藤選手のね、シルフィードだったかな、当時。シルフィード E12。それを、モーター、まあ、すでに電動機だったんですけど、手回しで一回遠心力つけてからモーターを、に動力を入れてたという感じでね、ちょっとでも、やると、こんな感じに、まあ、極端に言うとこんな形になって、芯から、ここの遠心力が慣性が伝わる前にこんな感じでね動いてしまいます。でこのドラッグが緩いという現象があるとなぜ起こりやすいかというと、このねスワッシュサーボの動きを見てもらうと、フルローに近いエレベーターアップという状態を作ると、こういう状態ですね。正直言ってね、当たらないんですよ。正直言って当たらない、原理的には。でも、これ遠心力がないから、動力とかで、ね、急なピッチでドラッグする、こっちの方にね、遅れて移動するっていうことがね、特にエンジン機だとパワー負けしてね、こうやって動いてしまうんですけど、その時、張ってないということは、このローターが、このたわみやすいのと、ここのスピンドルダンパーの柔らかさも張ってないんで、一番最大荷重で動くような状態だと思うんですよね。なので、こういう状態で、とするというのがねテールブームの構造じゃないかと私は考えています。要はまずローターがこっちにたわむ力とこのヘッドの、スピンドルダンパーがこっちに曲がろうとする力が一気にかかった時テールブームに、届いてしまうんですね。こんな感じでこれがテールブームストライクの、構造じゃないでしょうか。これでね、まあ散々ね、やってるんで、自分の場合電動機だと、まあほぼやったこと確かないはずなんで、電動機だともうパワーがあるんで、もう多少ドラッグが緩くても、この通りね、ローターをピンピンに張ってるんで、あとこれも均等にダンパーも効いてる状態で、まあここ最近だとほぼリジットダンパーに近いんで、まあほぼこうやってヨークが負けないでしょうという内容だと思います。まずエレベーターのアップのピッチが、マイナス側で、このようなね、急な上がり方。これで、
ローターがたわむ、スピンドルダンパーもこちらに片側に寄る、これが2個合わさることによって、切ってしまうんじゃないでしょうか。逆にね、張った状態だとね、意外と届かないんですよね。こう斜めな状態でドラッグしてると当たりやすいっていうのは、こんな感じですね。この角度張ってると当たらないけど、少し曲がってこちらにたわもうとする力があるとヒットするんではないでしょうか。もうちょっとね、専門の方がね、詳しくね解説いただければね、それを参考にしたいんでね、もしねこんなの間違ってるとかいうのがありましたら、コメント欄で教えていただければ幸いです。はい、注意事項、エンジン機はピッチ操作あんまりきつくやらない方がいいと思います。でも楽しいんすよね。はい、これで、ドラッグして当たるテールブームの構造がこうではないかというのをね、ちょっと、たどたどしい説明ですが、映像に収めてみました。はい、もしねこの動画がよろしかったらグッドマークお願いします。それでは失礼します。